花火が言ったことを覚えてる？君たちツガンニエ人はマンホールの中にいるのがお似合いだって。あちこちこそこそ嗅ぎ回ってるみたいだけど、そんなに死の匂いが魅力的なの？クジャクちゃん君か。ロビンが死んだ後、テレビに現れた代役は君だってことにもっと早く気づくべきだったよ、仮面の愚者。君、ファミリーに呪いをかけられたんでしょ？はあ、あんなあからさまのヒントをあげたのにな。口の聞けない人を仲間にしてみたらって、こんな簡単な言葉なのに。その結果はどう？君は失敗したどころか自分を犠牲にすることになった。確かに口の聞けない人を仲間にするようにとは言ったけど、君自身が率先して口の聞けない人になれなんて言ってないのに。ほんと、どういう意味だい？花火より君の方がよくわかってるんじゃない？歌えない小鳥が目の前で死んでいくのを黙って見てたのは誰？もちろん君だよね、クジャクちゃん。僕が聞いてるのは、口の聞けない人になるの意味なんだけど。わかってて聞いてるでしょう。もうすぐ君も彼女と同じように永遠に口を聞けなくなるってことだよ。でもまあ、花火としてはそれも悪いことじゃないんだけどね。だって僕が真実に触れようとしてるからだろ。ふーん、愚者、僕がこんなチャチなバッグを持って街中で安っぽい宝石を配ってたのは何でだと思う？全部君に見せるためさ。僕がうろたえればうろたえるほど君を釣れる可能性が上がる。ずっと君を待ってたんだ。こんなに頑張ったんだから、ご褒美として答えを教えてくれてもいいんじゃないか。なんで花火が君を助けないといけないの？君はピノコニーを大混乱に陥らせたいんだろ？僕にはそれができる。ただ一つだけ確かめたいことがあるんだ。あの時君が僕に言った口を聞けない人っていうのは本当にロビンのことだったのか？もしいいやって言ったら？ありがとう。その言葉がこんなに親切に聞こえたのは初めてだ。なるほどね。花火君を見くびってたみたい。でもそれがどうしたっていうの？教えてあげる。口の聞けない人って定義に当てはまる人はもともと二人いたの。でもロビンは死んじゃって、もう一人はまだピノコニーにいるけど、多分もう君には見つけられないだろうね。愚者、今なら確信を持って言える。僕は最初から正しい道を進んでた。ちっとも間違ってなかったってね。今の僕に足りないものは二つだけ。一つは真実の裏にある意味、もう一つはそれを明らかにする方法だ。いや、これまでに見つけた様々な痕跡からそれが確実に存在することは証明できてる。それで十分だ。今挙げた2つの問題の答えについては、17、あ、いや16システム時間あれば全てを明らかにできるだろう。16システム時間？本当に足りるの？それならもう少し君を焚きつけてあげようかな。はい、これあげる。これは花火のコレクションの相互保証破滅ボタン。
花火も同じのを持ってるんだ。花火か君のどっちかがこれを押せば、もう一人はすぐにピノコニーもろとも爆発するの。もし君が本当にカンパニーをピノコニーに引き入れたくて我慢できなくなったら、ゲームテーブルそのものをひっくり返すのも一つの手だよ。最初からやり直せばいいんだから。カンパニーってそういうの得意でしょ。だからどうしようもなくなった時はそれを押して。もちろん花火に連絡してくれてもいいけどね。花火の最後の気遣いだと思って。そんなに危険なのか。ファミリーは君の言葉を真に受けなかったんだね。そうじゃなければ君がこれを持ち込むこともなかっただろう。君は花火にはそれができるってことだけ知ってればいいの。残念だけど君の提案は断らせてもらう。君のおもちゃが本当に役に立つかどうかわからないし、僕は君の言う口の聞けない友人を探しに行くつもりもないからね。まあその人がまだピノコニーにいるって聞けたのは嬉しかったけど、後のことは自分でどうにかする。ファミリーの崩壊を祝うためのショーを用意するんだ。クライマックスでは高い壁が崩れ落ち、人々が目覚め、口の聞けない人も再び声を発することになる。その時が来たらボタンを押して盛大な花火で盛り上げてくれ。それじゃあまたね、愚者。この子に及んでまだそんな大口を叩けるなんて。でも約束だよ。絶対花火をがっかりさせないでよね。戻ったか、35番。そのお守りは気に入ったか。商品コードもお守りになるのか。黙れ、発言を許可した覚えはないぞ。ツガンニアのハイエナミ。あの黒いスーツの連中は多くを語らなかったからな。お前が一体どんな手段を使ってあの大虐殺を生き残ったのかは知らねえ。だが俺はお前が幸運だと思って買い取ることにした。今後お前とお前の運は俺の財産だ。わかったか。お前への最初の命令は至ってシンプルだ。俺はお前の他にも34人の奴隷を買った。そいつらとゲームをしろ。2日間生き延びることができればお前の力が本物だという証明になる。狂ってるな。はっ、ただの検品だ。購入費用が無駄になるのが怖くないのか。金なら有り余ってるからな、金髪小僧。反省系奴隷市場にはお前みたいな身の程知らずなクソガキは腐るほどいる。だがお前は見た目が悪くない。だから大勢の客がガリガリに痩せたお前にかけてるんだ。さあ行け。俺を失望させるなよ。いくら使った。ああ、僕の価格さ、一体いくらで僕を買ったんだ。ふん、知りたいか。ええだろう、知りたいなら教えてやる。60タガンバだ。あんたと賭けをしたい。60の半分30。もし僕が生きて戻れたらそれを僕にくれ。賭け。俺と賭けをしたいだと。なかなか骨があるじゃねえか。だが悪いな、それはできねえ相談だ。
奴隷、自分の立場を忘れるな。お前にはテーブルにつく資格なんざないんだよ。お前はただのチップ、他人に握られて投げられるだけの命だ。さあ、主人のためにもっと多くのチップを持ち帰ってこい。オールオアナッシング。俺の顔に泥を塗るんじゃねえぞ、ラッキーボーイ。